私はもういいや。どうせ茂木さんが撮ってるからみたいな。いいね。これはちょっと入れたらすぐ食べてほしい。確かにふにゃふにゃになる前に。これとかあの朝ごはんでシエントウジャンと一緒に食べるヨーテオっていう油パン、揚げパン、揚げパンか。これは多分タイかな。ごめんなさい、なんかゲストよりめっちゃ先に食べちゃった。20歳です。ほら年下だ。あら妹と一緒だ。俺の妹も20歳だ。それで18でこれはさすがに結構衝撃大きいよね、いろいろ。え、マジ喋れないと。中国語勉強しないのになったんですか？中国語は高3から勉強してて、でもなんかこう、なんだろう、塾通いだから、まあ、いわゆる英会話みたいな感じで、別に喋れるわけでもないまま行って、みたいな。教科とかに結構なんですか？あ、そうそうですね。なんかこ私が通ってた高校がなんか国際科みたいな、国際高校みたいな感じだったんで、その高校が提供した塾に行ってました。あ、そうなんだ、提携してるんだ、あそこ。連携で卒業して、台湾ならあそこの塾だみたいな。でも卒業してから半年だけありますよね、入学するまでの。やっぱりや、そこも塾通って、塾ずっと毎日、朝から行って、夕方帰って、ほぼ学校行ってるみたいな感じ。予備校に行ってるみたいな感じか。結構その時期大変じゃなかった？みんな大学生でなんかやめてーと思った。キャピキャピしてる、キャピキャピというかさ、大学デビューしてる時にやめてーと思いました日本帰り、日本に戻りたいね。まあ来たら来たで楽しかったんですよね。最初は楽しかったね。最初はだんだん辛くなるという。それは多分台湾人に最初慣れてないから分かんない、嫌なところとか見えてないけど、慣れだしたら分かるところがあったりして、あれじゃない？それこそなんか2時からパワーポイントを作るからみんなで集まろうって言って2時半とかに来てご飯食べてるみたいな。おい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 みたいな。丁寧に笑って。ご飯は先に食べてこいみたいな。結構その。なんか時間にルーズなのはいいんだけど、俺の時間を奪うなみたいなのはある。で結局そうで1時間だべって結局一本も進まないみたいな、プレゼン進まねえしみたいな。しかも外国人だと大体置いてかれるから、結構その1時間を完全に無駄に過ごすっていう時がだいぶあったり。グループワーク嫌だよね、そういう意味では。好きな子と一緒になれば。ああまあね。俺の場合なんか学部いろいろ混ざっちゃうからさ、政治学部なんですけど、社会学部、民族学部、政治学部、法学部とかで一つのグループ作ってやるとかだから、共通性がなんかもう全然まとまらないから、ガッチャガチャで。なんか足りない感じします。頼む。美味しい。よかったよかった。鍋よりアイスの方が好き。鍋も美味しかった。よかった。満腹だわ。次回はそのあっちの食べ放題のハーゲンダッツの方と比べてみて行きましょう。またそっちもそっちで美味しいから ね予約するんで、シェイクさんが俺が台湾も遊んでもいいと思います
満喫するあれって言うじゃん、なんか。プーさんだ。どうですか？かわいい。かわいい。安い。80元って書いてある。靴下が80元。安い。全部痛いかな。あ、わざと泡だ。いつもラッパ伸びしてるのバレた。バレちゃった。いや最高かよ、飲み友達ができた、嬉しいな。ね、すごいすごいすごい。それが一番ウケるな。爆上げ。よかったね、シアンダーユーチャー歩いてて。よかったですマジで。マジでよかった。これはね、こうしたい。あ、私。お。配置がすごい。みんな映えるの分かってるみたいな。ああ。富士？そうです。ああ。インスタあれだよね、フィルムっぽく撮れるいいやつね。そう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 。じゃあ飲もうか、乾杯っす。お疲れです。お疲れ。一週間お疲れです。明日からも頑張ろう。あーうまい。じゃあ回していく。俺はこれ好き。これ俺飲んだことないかも。実はゾウさんのマークのやつね。それのが苦いかな、もしかしたら。これ美味しいな。これ美味しい。これ俺好きなやつだ。これ好き。コビットのやつ。あーうまい。それ美味しいね。俺もそれ好きだわ。それは苦い。酸っぱ、これこれ超酸っぱい。パッションフルーツめっちゃ酸っぱい。全部美味しいわ、全部美味しい。ハーコールウィッピール、チェシー。5人いるけど飲む人多いから6個にした。秋田の主語が1人いるからさ。これはウィートビールっていう。そう、台湾いるとね、弱くなるよ多分、飲む機会減るから。うん、飲み屋があんまないから、盛大に近くはさ。ウィート違うやつ入ってきたから、これどうぞ。で、これがこっちだよね。だよね。美味しい。泡で飲めない。美味しいから飲むし、美味しいと酔う。酔いたいから飲むときはもう安酒でいいじゃん。強いウイスキーとかで。これが一番好きかも。美味しい。それ ダボキャノン。あ、いいんですか。ありがとうございます。なんか湘南門だったらバスでゴングアン、ゴングアンから近くです。それが一番いい。帰りは知らんけど、行きはそれでいいはず。行きだけでも使えるスカーフだけでも使えそうです。おおかわいい。スーダーイエスーで。めっちゃかわいくないですか、このリボンが。いいいい、それ試着した。
来てない。楽しみに帰ってくる。イエーイ。